です。ちょっと本日はですね、フェイスガードの取り付けの動画をアップしようと思います。でその際に必要なものが、まずドライヤーですね。何に使うかというと、ここ外すためにドライヤーで柔らかくして取りやすいようにします。っていうのでドライヤーが必要となります。で、そして接着剤。これも剥がした時に、その後フェイスガードをつけた時に、こいつをつけるために必要となるんで、アロンアルファですけどね、こちらが必要となります。で、筆ペンというか、まあ、マーカーペンですね。こちらは、どこにつけるかっていう、印をつけるために、まあ、黒なんでね、見やすいように青色でっていうことをしてますんで、こちらのペンを使用します。で、重要なのがインパクトですね。こちらはもちろん穴を開けるために必要となります。で、こちらもね、別売りとなるんでね、こちらも、多分 5.5 ミリ。が必要と思うので、5.5 ミリを用意してください。で、こちらが付属品の入ってたものですね。こちらが本日使用する一覧となります。これマットブラックですか？こちらマットブラックですね。楽天で買ったんで、またの概要欄には URL 貼っておきますんで、お願いします。ありがとうございます。暑いっすわ。こちらもここまで取れてます。やっと20分ぐらいかけましたね。で、ここでもうね、取れかけなんで取れましたね。もうすげえ。ここでここがちょっとね、難しそうですが、もう強引に行きましょう。ダメですね、すいませんでした。はい、おお、すごい、かなり綺麗に取れました。表面はこんな感じですね。こんな感じ取れましたね。はい。はい。はい。合わせましたね。はい。次の工程を合わせたんで、実際にペンを打っていきます。はい。ヘルパーさん。ちなみに、はい。わかりやすいようにね。どうせここは印をつけたところは穴開けるんで、残りません。残りません。残りません。はい、これで大丈夫です。見えますね。1、2、3。で、ここの3箇所がマーカー作れたんで、次の工程としてはインパクトで穴を実際に開けていきます。難しいな。忘れる。緊張するわ。棒がここやな。はい、6まで、はい、はいはい、開けました。で、裏のこれが入りました、ね、入った。軽く合わせていきましょうか。がっちり止めず、ここは合わせて、そうですね、軽くもう落ちない程度まで締めていきます。はい。で、まずこれ全部今仮で止めてるんでね。はい。はい。で、実際に装着して見えにくいかどうかってことを確認していきます。はい、いや、普段ね、いつも野球してるときね、前髪僕全部上げるんで、前髪上げるようにつけていきます。ちょっとよくわかんないですけど。これどうですか？二人から見て。もうちょっと上って感じですかね。どんな感じでしょうか？いや、もういいんじゃないですか。こんな感じですか、はい、ここほっぺ当たるんですけどそれは人それぞれじゃないですか。こんな感じかな。もうちょっと下な気もするんですけどね。ってなった時用にこれをもう一回外して角度を調整できます、はい、これは仮止めなんで。で、僕ちょっとこれ上だなと思ったんで、近いな、ハゲてますよハゲてねえわハゲてねえわ無事につけました。もうこれ本止め、もう本止めしてますね、はい、もうガッチガチ、もう持っても取れません、はい、
で装着した感じがこういった感じとなってます。これは私浅村選手が好きなのでこういったやつをね見ながら作業しました。あ、見本を見ながら、ね、見ながらやっぱ、はい、で皆さんもここねここがね目線かかったりすることがあるんでそこは皆さん角度変えて調整してください。はい。で次のステップとしては一番最初に外したこちらをここに接着剤、はい、まあ何でもいいんで僕はアルファを使います。で塗ってつけて終わりっていう工程になります。では今からアロンアルファでこちらをつけていきます。はい、はい、ではアロンアルファつけたらこういう感じでも落ちませんね。落ちないです。どんも持っても落ちないです。まあでも1日2日は置いといて、ね、そうですね一応置いといてください。はい、でこちらで完成しました。いかがでしょうか。かぶってくださいよ。ちょっと耳がいいですね。はい、完成ということで。完成です。はい、こちらがうちのチームのホットバッジのシールになってます。はい、で背番号の3番もつけております。で今回のフェイスガードもつきました。もう完璧ですか。完璧ですね。ちょっとね下は散らかってるんですけどね、はい、こういった感じでやっぱインパクトを使うんでね、はい、昼の時間とか近所迷惑にならない時間でいただきたいなと思います。はい、では本日こちらリズとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。